えのちゃん、金子でございます。ということで、現在、朝の5時ですね。朝市の方にやってきております。梅雨時期なんですけど、すごく天気もよろしいなということで、来ちゃいました。で、今日はね、お寿司を作っていきたいと思います。とある企業さんから、美味しい、高級な、あれが届いたんで、それも使って、お寿司を作っていきたいと思うんですよ。ネタは5種類ぐらい狙っていきたいなと思います。よし、そしたら、行ってきます。早速いいのあるじゃん。車エビだって。これ、ちょっと使いたいな。すいません、車エビください。これはどうする、金子さん。あ、ありがとうございます。はい、金子さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚おめでとうございます。もうエールがすごいですね。ありがたい話だ、本当に。さあ、とりあえずエビは買いましたと。エビだけじゃ話になんないからね。おー、めっちゃいいのある。これノドグロじゃん。これもらおう。すいません、これノドグロください。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、いい、とんでもないです。ごちそうさま。これでこれでいい。はい、めちゃくちゃ鮮度がいいね。ねえ、最高だ。はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。マグロだ。やっぱマグロは大事よね。ヒラメと、あとこれ、ここでヒラメ、赤身と、あとここもらっていいですか。600円で。はい、はい、ありがとうね。中トロ、大トロか。大トロ、大トロじゃないの。結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚おめでとうか。おいちゃん、袋買いただな。ありがとうございます。1600円と600円、2200円の1000円、3200円。安っ。はい、結婚以外なの。3000。ありがとう、やった。めちゃめちゃ負けてもらえるっていう。はい、皆さんありがとう。はい、ありがとうございます。お釣りもらう時おめでとうって。とりあえずエビ、ノドグロ、ヒラメ、マグロ買ったんで、あと1品ぐらいかな。あと1品ぐらい買ったらちょっと他のとこで買いに行こう。鶏貝いいじゃん。鶏貝地元1300円。これ1枚もらっていいですか。どうぞどうぞ。そっちの方がいい。ありがとうございます。え、いいの？あの、宣伝料。ありがとうございます。よし、とりあえず鶏貝も買ったんで、一度朝市は出て他の魚屋さん行って食材を仕入れていきたいと思います。ただいま。ということで、本日買ってきた食材がこちら。まずこちら、生きた車エビまで生きてますからね。ノドグロ、赤ムツですね。鶏貝で、追加で買った生ホタテと生ウニ、ヒラメの柵、尻尾の方ですけど大きな縁側もついて、これで600円で、イクラ、そして大トロ、赤身で、こちらが中トロ寄りの大トロかな。油の感じからして、ちょっと油の薄めの大トロって感じですね。今日はこちらのラインナップとは別にこちらです。以前セカンドチャンネルの方で紹介させていただきました、モトラジャパンさんのキャビアです。僕もこういう仕事してるんで、いろんな種類のキャビア食べるんですけども、ここのキャビアが一番うめえ。冗談抜きで一番うまいですね。ほんと雑味も生臭みもなくて、塩分もちょうどよくて、とってもクリーミーで、ほんとに美味しいキャビアなんですよね。で、モトラさんのキャビアはどの種類のキャビアを食べても別格に美味しいんですけども、その中でも一番美味しくて一番高価なスターレットっていう、俗に言う貴族キャビアです。今回はその一番美味しいとされる貴族キャビアをたくさんいただきました。以前スターレットキャビア、セカンドチャンネルで紹介した時とはラベルが変わってますね。前のラベルもおしゃれでしたけど、こちらです。これがモトラジャパンのロゴが入って、チョウザメが入って、モトラって書いてありますね。おしゃれですよね。で、こちらのものすごく高級感のある綺麗な青色の箱、こちらの中にも、ドンと、スターレットキャビア。そして、この上に、職人さんが一個一個丁寧に作った貝殻からできたキャビアのスプーン。ものすごく高級感ありますよね。で、この箱がね、とっても冷たいんですよ。キャビアっていうのは生物ですので、冷蔵の状態で送られてきます。で、この下がですね、どうなってるかと言いますと、よいしょ。はい。このようにね、中がこうなってまして、保冷剤がちゃんとこういう風に入ってますんでね、とっても冷えた状態で送られてきます。気になるキャビアの中身がこんな感じです。わー、綺麗な色ですね。そして粒が揃ってて美しい。パンパンに詰まっております。で、今日はこちらのキャビアもありますので、贅沢にお寿司に使っていきたいと思います。よし、そしたらキッチンへ移動しましょう。はい、改めまして、本日の食材がこちら。市場で買ってきたお魚たちと貴族キャビア。そしたら今日さばいていく食材は、こちらのバットのものですかね。ノドグロと車エビ。こちら仕込みが必要なものですね。あとの食材は切るのみとなっております。なので一度冷蔵庫で寝てもらいましょうか。はい、そしたらまずは車エビの仕込みからしていきましょうか。で、今回の車エビ、まだ生きてて生でも食べられるんですけど、今日はボイルして
開いて握りにしていきたいと思います。サイズもね、このぐらいがちょうどいいですよね。で、車エビこのまま茹でてしまうとくるんと丸まっちゃいますんで、この状態で串を打ちます。ちょっと残酷かもしれませんけども、お口のところから串をまっすぐ打ちます。こういう感じですね。こうして茹でることで茹でた時に丸まりませんのでね、尻尾から入れるやり方と口の方から入れるやり方、いろんなやり方があるんですけども、今日は口から入れるやり方でいきたいと思います。こんな感じですね。よし、とりあえず5本でいいか。あとの小さいところはこのまま茹でて晩酌のあてですね。そしたらお湯にお塩で、沸騰したところに入れていきます。3分から5分ぐらい茹でていきますね。で、こう茹でててこうやってプカプカ浮いてきたら OK ですね。お湯から上げていきます。で、これである程度粗熱が取れたら剥いていきます。はい、そしたらある程度余熱が取れて、エビが手で持てるぐらいになったら、串を抜いていきます。熱いうちに抜いちゃうと、形が決まらないと思いますんでね、冷めてから串は抜いた方がいいみたいですね。そしたら頭を外して、殻を剥いていきます。こういうめくり方の方がいいか。で、味噌がついてたら、もったいないんで食べます。うめえ。うまっ。うわぁ、たまらんな。そしたら、車エビは腹開きですね。お腹の方から一本入れて、開きます。この時に貫通しないようにね、気をつけてください。で、これ卵なのかな？こういうのありますんで、これ取っちゃってください。はい、これ、見たことある形になりましたね。はい、車エビの仕込みがこれで完成ですね。綺麗だなぁ。はい、そうしましたら、ノドグロ、さばいていきたいと思います。まずは、鱗をしっかりと落とします。ノドグロは、すき引きではなくて、鱗かきで取ってください。鱗はとっても柔らかくて、簡単に剥ぎ落ちますんでね。で、いいノドグロを選ぶときは、鱗がびっちりついてて、目が綺麗なもの。で、できるだけ、小顔でイケメンな、ずんぐりむっくり、体高のある子を選んでください。魚っていうのはね、何でも小顔の魚の方がうまいんですよ。なんでかというと、この体は大きくなるんですけど、頭はそれに準じてでかくならないですよね。なんで皆さんも市場行った時は、そういう魚を探してください。はい、鱗が取れました。さて、ではさばいていきたいと思います。で、このぐらいの魚、煮付けにするよっていう時は、エラを抜いてくださいね。エラ抜く時は、ここにこうやって包丁を入れて、持って、エラを巻き込んでぐりぐりぐりってやれば簡単に取れます。で、ノドグロって意外とね、エラが取りやすい魚です。煮付けとかにするときはちょっとぜひチャレンジしてみてください。コツさえつかめばこれ簡単なんでね。そしたら包丁を釜の下に入れます。頭を取ってきます。で、エラが取れてるとここで内臓がすぐピッと剥がれます。で、お腹を外してピッピッピと、今回は白子入ってましたね。はい、そしたらノドグロ下ろしていきますね。下に1本で、上に1本、背びれのギリギリに1本入れてくださいね。ここの一発目が非常に大事ですね。そしたら手を押さえて、押さえた手をこっち側に持ってきます。そうすると身がこういう風に開きますんで、すごく下ろしやすくなりますんでね。中骨まで行ったのが確認できたら、尻尾の方に包丁を通してピッ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 と、はい、こんな感じですね。鮮度はいいですね。鮮度はいいけど、まあ、脂の乗りは65点でどっかな。もっともっとすごいノドグロはね、もう真っ白血球になりますんでね。この大きさの割には合格ラインかなって感じですね。はい、下ろせました。そしたら今日はこっちだけ使おうかな。腹骨をすいて、で、ノドグロは中骨がここら辺、こんだけしか入ってませんので、このぐらいのサイズはこうやって抜いちゃった方がいいですね。身もかなり柔らかい魚なので、ピンセットでとっても抜きやすいです。はい、 OK ですね。で、今日のノドグロなんですけど、表面軽く炙りましょうか。表面に軽く塩振ります。OK。 で、余計な油をペーパーで取り除いて、で、これを冷蔵庫で冷やしていきます。そうしましたら酢飯を作っていきます。今日はこちらのちょっといい赤酢を使っていきます。そしたらブレンドしていきます。まずは赤酢を 40cc ぐらい、
で、そこに米酢。米酢を 20cc ぐらい。で、ボウルに入れて、塩を 15g。で、砂糖を 10g。今日はこの分量でやってみましょうか。で、これをよくかき混ぜて、砂糖と塩が溶けたら、合わせ酢の完成ですね。そしたらちょっと固めに炊きました白米2合ですね。で、そこに先ほどの合わせ酢をまんべんなく加えていきます。で、全体的にお米に酢をまとわしていきます。お米を潰さないように優しく優しく。オッケー、こんな感じですかね。そしたらこのおひつの中に入れて保温していきたいと思います。最後の一粒まで。どれどれ、うん、うまい、大成功。さあ、そしたらネタを切っていきましょうか。僕はあんまり寿司の知識はないので独学でやってますんで、温かい目で見立ってください。ただね、今後寿司はちょっと力入れてやっていこうかなと思ってますんでね。今日はね、その練習も兼ねて動画撮ってるんですよね、実は。そしたらネタ切ったらこのバットに入れていきましょう。まずはノドグロですね。どうやって切ろう、ノドグロ。尻尾のところは多分硬いので寿司には向いてないんで、ここで1個捨て柵を取って、うわ、身がすごいもちもちだわ。めちゃくちゃ鮮度いいな、このノドグロ。で、こう包丁入れて皮目のところで立てる。で、こっち側が表になるんで、こういう風に角が立ってた方が綺麗だと思いますんでね。こう入れてこうと、これでいきましょう。そしたら次はこちら、生ホタテですね。この白い硬いところを取って薄くスライス、 こんなもんでいきましょうか。これを2枚漬けでいきましょう。よっしゃ、上手にいった。で、このぐらいのサイズはあえてここつけたまんま、こっからこう持ってってここで止めます。で、開いて、で、ここに握っていくと、こういうやり方もありますんでね。はい、次こちら中トロですね。これをこのぐらいの厚さでいきましょうか。ものすごくしっかりしてます、この中トロ。とても鮮度がいいですね。で、次こちら赤身ですね。赤身も同じように、分厚くいきましょう。マグロは僕は分厚めが好きです。分厚く分厚く切っていきます。で、次ヒラメちゃん。まだ身が生きてますね。ピク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 反り返ります。すごい脂はありますね。これ養殖物かな。今の時期こんなに天然脂ないでな。よし、こんなもんでいいでしょう。よし、そしたら縁側ですね。縁側、これどうやって握るんだろう。こう切って、なんかお寿司屋さんとかこうやってやってんな。こうやってやってる。これいいのかな。こんな感じでいいでしょう。で、追加で買ってきたこのラグジュアリーな養殖の大トロ部分ですね。これでね、作りたいものがあるんですよ。ここで1個落として、で、こういう風に長細くこう落としていきます。こうですね、こういう感じ。油でっかでか、はあ、3枚しか取れねえわ。はい、こんな感じで、お次はこちらキュウリですね。今が旬のキュウリをスライサーでスライス。今日はこれもネタとして使います。どうやって使うかはお楽しみに。うまくいくかは分かりません。で、これでネタの仕込みの完成。そしたらわさびをすっていきたいと思います。今日は本格派サメ側のおろし器でやってみますね。で、わさびはこうやって頭の方からするといいらしいですね。で、こうイボイボを落として、スリ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 と、うまそうなわさび。うん、はい、すれました。あ、香りが全然違う。チューブのわさびもいいんですけど、やっぱりね、すったやつは全然違うよ。わさび嫌いな人はこのわさび食べてほしい。意外にツンとしないんですよ。そしたらお水に赤酢を入れて手酢を作ります。よし、今日は豪快に船に盛り付けましょうか。さ
さあ、うまくできるかな。まずは、このお尻の方、赤身から握っていきます。まずは手酢をちょんとつけて、しっかりなじませます。んで、シャリを持って、シャリ玉を作って、優しく優しく握って、指のここですね、付け根のところ、ここにネタをこういう風に置いて、シャリ玉を置く。で、こう、空気を入れて、整えて、でこうして、こう。こうで、こう、締めて、こうで、こんな感じですね。難しいな。ちょっと、練習していこう。とにかくどんどん握っていきます。練習あるのみだ。あ、わさび入れ忘れてましたね、さっき。ちょんとつけて。で動画で見ると、すごい簡単そうなんですけど、実際やってみるとめちゃくちゃ難しいわ。こうで、親指で、こう、ネタの隙間に入れて、シャリが出ないように、こう、脇を整えて、こう、反転、指入れの、こうの、決めて、こうか。あ、いいじゃない？すげえ綺麗。あ、すごい綺麗にできました。ほら。めっちゃいいじゃん。これ成功。やり方は合っとるか分からんすけどね。形がある程度整っとったら、OK です。はい、赤身ゾーンができました。そしたら次は中トロいきますか。わさび、シャリ、乗せる、整える、輪っか、反転、人差し指ギュッと握る、反転させて、親指、人差し指、中指、整える、グッと入れる。はい、どうでしょうか。いいんじゃないですか。最後が一番いいね。はい、赤身と中トロゾーンできました。そしたら赤赤ってきてるんで、白一本入れましょうか。ホタテいきましょう。ホタテはどういこう。これね、二枚漬けでいくか。ろくに握れんのに二枚漬けっていう高度な技チャレンジしてみましょう。やって。こんな感じ？うん、でも形にはなってる気がする。ある程度ここで玉を作っておいて、これいいもんな。ホタテの握りは簡単ですね。はい、ホタテエリアができました。じゃあ次は貝つながりで鳥貝いきましょう。愛知の三河の鳥貝はね、うまいんですよ。これがちょっと小ぶりなんで小さめのお寿司になると思います。シャリはこんなもん、ちっちゃちっちゃいな、ちっちゃい、ごめんなさい。ちっちゃすぎて、僕には難易度高いですね。これ食べます。うまい。味は最高だぜ。ごめんなさい。難しいっす。鶏貝やめます。うめえけどな。鶏貝はリベンジ。じゃあ次、のどぐろ行きましょう。のどぐろはちょっと4貫にしときましょうか。で、ここ空いちゃったんで、縁側行きましょう。これずっとやってきたら、こうやって、ちゃんと寿司の形になってきましたね、シャリが。数こなすもんだな。ちょっと1個半端だから食べよう。すだちで。いただきます。うまっ、うまっ。うまっ、これやばっ。うわ、縁側やべえわ、これ。次、エビいきます。エビはちっちゃめのシャリでいいか。エビ握るの楽しいな。で、エビ握ってて分かったのが、尻尾を上にして、こうやって握った方がやりやすいかな。で、次にちょっと変わったやつ作りますね。まずはシャリ玉を作ります。で、これ。細長く切った大トロ。これにシャリを巻きます。くる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 っと。こうですね。そこに、こちら。生ウニ。生ウニを豪快に乗せます。
こういうの見たことあるぞ。でそこにこちらモトラさんの貴族キャビア専用のスプーンでちょっとすくい乗せます。まあおしゃれで、さらにそこに大粒のイクラを一粒トッピングと。はい、どうでしょうか。ウニ牛寿司ならぬトロウニキャビア寿司ですね。よし、これをここにドンと。うわ、映えるな。もう一発作りましょう。巻き巻きして、でウニを敷き詰めて、でキャビア、オッケー。ちょっとイクラ乗せたんですけどツルツル落ちちゃうんでイクラ取りました。これ今作ってる作業めちゃくちゃ楽しいです。こういう創作寿司ってめっちゃおもろいね。よいしょ。でお次はこちら、これキュウリが出てきます。キュウリも先ほどと一緒、巻きます。巻けるかな。あ、巻けるわ意外と。でこうギュッギュッギュッとやって、でこの中にキャビアをドカンと入れちゃいましょう。なんかこういうお寿司ネットの画像で見たことあって、一回やってみたかったんですよね。キュウリを海苔代わりにするやつ、これね、うまいと思いますよ何気に。そしたら船の先端にはもちろん今日の主役貴族キャビアを置いて、スプーンも添えます。で、すだちもこうやって添えて、はい、こちら市場で買った新鮮なお魚と貴族キャビアの手作り握りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。できました。疲れた。久しぶりに渾身の力作だわ。こちらうまそう。めっちゃいい。映えてしまっておる、映えてしまっておる。よし、じゃあ食べていきたいと思います。その前に皆さんすいません、今日はこちらでやっていきたいと思います。でん、牛のやつ、まさかのこっちアングル、たまにはいいんじゃないでしょうか。もうちょっと疲れちゃって、先に失礼いたします。すいません。はい、こちら9対2といったところでしょうか。9対はい、じゃあいただきます。めえ、効くね。うまいとかじゃない、効く。今日の料理編は僕自分で作っててむちゃくちゃ楽しかったです。食べるのも楽しみ。お醤油を垂らして、今日はちょっと濃い口のお醤油でいきたいと思います。で、お醤油とこちら沖縄のお塩ですね。沖縄のお塩がね好きなんですよね。お塩とすだち、このペアやばいっす、めっちゃうまいっす。さあ、じゃあまずは、じゃあこっち側から食べていきましょうか。まず赤身から、お醤油で。本当に、うん、お店じゃん。え、あのね、お店です。え、うまっ。今まで作った寿司で一番うまくできました。今日酢飯の塩梅がめちゃくちゃ上手にできました。次中トロいきましょう。マグロはね醤油でいただきたいですよね。いただきます。うわー、やってるわ、うますぎるね。カンはトロってお刺身だとそんなにたくさん食べれないんですよ。ただ酢飯と合わさると、あら不思議、食べれちゃうんですよね。次はこちらホタテ、貝はこのすだちでいただきましょうか。すだち引いて、塩をちょこちょこっと引きます。これでいただきます。うめえ。すだちと塩で食べることによって、このホタテのちょっと生臭い感じ、それをすだちのこの爽やかな香りがかき消してくれて、とっても美味しい。じゃあ次はこちら、のどぐろ炙り。切りすぎとったらすっごい行儀悪、めちゃくちゃリラックスして、もう動画回っとるの忘れとったわ。次はのどぐろ炙りいただきたいと思います。醤油にピンとつけていただきます。うめえ、うめえ。まずいわけないもん、のどぐろは。何度も言いますけど、のどぐろは本当に脂がくどくなくてうまいです。次はこちら、ヒラメの縁側ですね。この切れ込みを入れることによって、口の中に入れた時に咀嚼する回数が少なくなるらしいですね。ちょんとつけていただきます。うまい。楽しい、食事が楽しい。次、生きてた車エビさん、これはうまいでしょうな。いただきます。
甘いですね。何の嫌味もない綺麗な甘さですね。じゃあ次はこちらキャビアゾーン行きましょうか。まずはこちらの中トロとウニとキャビアのせ、これは未知数ですよ。食べ方はこうで合ってるかな。よし、じゃあいただきます。わー緊張する。うわー、これは危ねえわ。これ気をしっかり持っとかんとね、意識が取れそうになりますね。まず説明すると、口の中に来る最初のインパクトはウニです。でウニの次にこのキャビアの濃厚なクリーミーな感じで、ウニを食べてるとだんだんウニの味が変わってくるんですよね。そう、キャビアです。この貴族キャビアとウニが口の中で合わさって、なんかウニが強化されるんですよね。よりクリーミーなウニになります。それで土台は酢飯と大トロ、これはくどくないんですよ。それと合わさって、もう口の中がなんとも複雑なうまさ、まか不思議。では次はこちら、どうなんでしょうか。このキュウリとキャビア、塩でいきましょうか。キャビアにも塩気があるんで、まあ、ちょっとで、ね、大丈夫です。カッパ巻きがあるぐらいなんで、キュウリと酢飯はまず合うのは確定してるんですよ。そこにキャビアが入るとどうなるか楽しみですね。いただきます。はあ、なんか何これ、初めて、なんてこう表現したらいいんだろう。今の世の中にこれを表現する言葉がないかもしれません。エレガントなカッパ巻きっていう感じですかね。めちゃくちゃうまい。めっちゃ贅沢ですけどね。せっかくなんでキャビア単体も食べましょう。僕ね、このキャビア単体で食べるのがもう大好き で、このモトラさんの貴族キャビア本当に美味しいんですよね。これ一回食べたら他のキャビアいけんよってぐらいうまいんですよ。いただきます。いい仕事してますね。本当にこのスプーン一杯で5分間ぐらいはーって幸せになれます。大好き。でこのキャビアの紹介をもうちょっと詳しくさせてもらうと、このモトラさんはイギリスに支社を置いて、バッキンガム宮殿を筆頭に日本国内でも様々な有名店で愛用されてるメーカーなんですよ。もうプロも納得のキャビアってことですね。キャビア食べたことなくて、ちょっとお金出して食べてみたい、でもどんなキャビアを買えばいいかわからんよっていう方は、まずこれ言っとけば間違いないですね。本物のキャビアを食べたよって胸張って言います。でこの貴族キャビアは粒はね、そんなに大きくないんですよ。結構細かめなキャビアなんですけど、キャビアイコール真っ黒くて大きい粒がよりいいものっていうわけではないんですよね。でこのスターレットっていうキャビアは世界一小さいチョウザメから取れるため、粒は小さめ で特徴がこのグレーなんですよね。これは特徴ですね。この小さい粒の中にも旨味がギュッと入ってますんで、最高に美味しいキャビアです。さーて、じゃあ動画をそろそろ締めて、ゆっくり一人で食べていきますか。あー、うまい。にしても今日お寿司上手にできたな。好評でしたら朝一で買った食材でお寿司を握るシリーズやっていきたいと思います。皆さんもちょっと贅沢したいなっていう気分の時はキャビアで心も体もリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。もちろん魚卵なんで好き嫌いはあるんですけど、僕はめちゃめちゃおすすめです。これ詳しい詳細などは概要欄に URL ありますので、ぜひぜひそちらご覧ください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ&それでゆっくり食べていくよ。